こちらがロボットモードとなり、26箇所の銃と全てが動かせる状態となっております。それではデモをお願いいたします。非常に静かに動いているのもご覧いただけるかと思いますが、基本的にはですね、シリンダー、電動シリンダーも含めてですね、全て電気で動いております。また腰にですね、バッテリーを搭載しておりまして、そちらの電力で駆動しております。で、中にパイロットが乗ってですね、今操縦しているんですけども、2本のジョイスティックとですね、ペダルで操縦しております。ペダルに関してはですね、操縦系に走行系になりますので、現在は、押してもですね、進まないように展示用モードになっております。それでは、各部の動きを、見ていきたいと思います。まず腕なんですけども、肩、肘に加えてですね、脇の動作も可能です。またですね、ハンドに関しましては、手首の回転に加えてですね、5本の指が独立して動きますので、例えばですね、じゃんけん、グー、チョキ、パーなども可能です。せっかくなので、じゃあじゃんけんをお願いできますでしょうか。非常にゆっくりな後出し気味のチョキとなりました。またですね、腰の回転に加えてですね、そうですね、このように指もいろんな動きが可能です。腰の回転に加えてですね、このように腰の回転に加えてですね、頭も連動して動いております。また頭単体でもですね、操作することは可能です。ではパイロットの方、腕を下ろしてですね、ハッチを開いてください。ハッチを開くとですね、大きくシルエットが変わりますので、自分自身と干渉しないようにですね、制限をかけながらですが動かすこともできます。基本的にですね、私どもこのようなロボットをですね、街中で働かせるようにしたいと考えておりまして、そのためにですね、災害現場であったりとか建築解体現場においてですね、1台で複数の作業ができるマルチパーパスな作業機、特にですね、例えば瓦礫をロボットが掴んだら、その瓦礫のザラザラ感であったりとか冷たさまでもフィードバックしてあげて、まるで自分が巨大化したかのように操縦ができるロボットというのを目指しております。この後ですね、ハッチを開いた状態でモードチェンジをしていきます。この時見ていただきたいのがですね、パイロットがモードチェンジ前傾に、ロボットは前傾姿勢になるんですけども、パイロットは水平のまま、モードが変更することが可能です。それではモードチェンジお願いいたします。ありがとうございます。それではパイロットの方、降りてきてください。この後ですね、遠隔操作での、操縦も可能でございますので、そちらの様子も。遠隔操作ではですね、各関節を指令するのではなく、事前に登録しておいた姿勢になるように指令を行います。では両手上げからお願いいたします。